はい、カバージェベクロカッパ園長です。じゃあこの動画ではね、久しぶりですよね、カルロス・ゴーンさんですよね。でなんかゴーンさんがね、なんかある、媒体メディアのこの取材に応じて、なんかねこの実名で語ったこの陰謀、彼は陰謀だって言ってるんですけども、黒幕、を激白したっていうんですよね。何言ってるかっていうと、この自身の、この自らのこの失脚ですかね、は、一部のね、この日産幹部が画策して、日本の検察と共謀したでっち上げだって主張してるんですよ。いい度胸ですよね。で、自分を裏切った人間に仕返しするためではなく、自らの汚名を注ぐため本当のことを話したいと。日産自動車のカルロス・ゴーン元会長は語ったと。自分の失脚は役員報酬の開示をめぐる不正とされるものとは全く関係がないと。なんか執筆したのかな、この人。壊れた連合のプロモーションのために、先頃レバノンの自宅でインタビューに答えたゴーンさんは主張したと。日本側が経営の実権をフランスに譲り渡すことを恐れたのが真相だっていうんですよね。で、ゴーンさんはこの新しい、新著で、ビジネス界での特筆すべき成功で、その輝かしいキャリアに終止符を打った陰謀、そして2018年11月19日の逮捕について語っているんですよね。で、その中で、ゴーンさんは初めて自らの追放を画策したと考えている日産幹部の実名を挙げたんだって。で、内部監査室本部長を務めていたクリスティーナ・ムレーという方が社内でゴーンさんのスキャンダルを探っていたと、本では書かれてるんだってさ。で、画策したのは日産の幹部たちで、チーフパフォーマンスオフィサーの職にあったホセ・ムニョスさん、今なんかね、あの国の自動車会社のグローバル最高執行責任者やってる人なんだって。この人も追放計画に加担してたって言ってるんですよね。また日産のベテラン幹部だったこの川口さん、今確か副社長も退いた方でしたっけ、も関与していたと書かれてるそうなんですけども、こうした幹部たちが日本政府と一緒になって、逮捕の理由をでっち上げたと、ゴーンさんは語ってるんですよね。で、この策謀謀略は、いわば日産のオールドボーイズが画策したものだと思う。日産で長年働いていて、要はなんていうのかな、このルノーと資本提携を結ぶ以前の時代のことに郷愁を抱いている人たちのことだって言ってるんですよね。で、転機になったのは18年6月に、ルノーと日産と三菱自動車の三社連合の全体を監督するようになった時だったと、ゴーンさんは振り返っていると。で、要はこの古き良き日産、オールドボーイズたちは自分たちの自治が奪われることを恐れていたと。そこで日本政府の一部の支援を得て、検察と共謀した。まさかそんなことが起きるとは想像もしていなかったみたいなことを言い出してるんですよね。どう思います、こういうの。絶対に、いやー、でね、この出来事は単なるビジネス上の事件などではなく、国際問題という性格を持っていたとゴーンさんは指摘していると。で、私が逮捕された時、ルノーは CEO だった私を守ろうともせず、すぐに厄介払いをした。フランスの大統領と財務大臣は、一つのビジネス上の取引より日本とフランスの関係の方が重要だと言った。自分の失脚の背景には人種差別とナショナリズムもあったとゴーンは言っていると。私は日本で人気のある人物の一人ではあったが、外国人だというだけの理由で、一部の日本人に嫌われていることにも気づいていた。日本有数の大企業で実権を持っているため、なおさら嫌われていたのだと思う。それでも構わないと私は思っていた。けれども、高田やオリンパス、東芝など、日本企業でスキャンダルが持ち上がっても、日本人経営幹部は一人も刑事責任を問われていない。私は思った。責任を問われるべき日本人が一人もいないなんてありえない。ゴーンの逮捕と起訴は世界中で大きなニュースになり、19年末逃亡劇はそれに輪をかけて大きな話題を呼んだと。しかしゴーン自身、日本で大企業を立て直した唯一の外国人、そして3つの大陸で2つの会社、後に3つの会社の経営者として成功した唯一の人物として記憶されたいと語ると。で、私はこの地球上で日本から逃げ出すことに成功した数少ない人物の一人だと。
どうだろうな、基本的に何だろう、単純に随分いい度胸だなっていう感じですけどもね。でもね、これね、これソースニュースウィークのね、独占記事みたいな感じで書かれてるんですけど、独占記事、要は誰も相手にしないから独占できたのかな。だってさ、こう言ってることがなんかもうね、おかしいところいくつもあるんですけど、じゃあだったら堂々とね、この祖国、母国、まあフランスに保護してもらえよってのが思ったんですけどもね、意味わかんないですよね。だってじゃあゴーンさんが日産から横領したのもじゃあ日本の国策かなんかなんですかね。ね、泥棒がさ、ね、あの被害者連れで何、なんかおかしなこと言ってんだよって話ですよね。まあ、結局さ、ね、だってこの人自身が何も疑われるようなことしてなければさ、何もこんなことにならずにね、済んだ話じゃないですか。だ結局ほら、日本でこの反日勢、パヨク界隈と同じあがき方をしてますよね。見苦しいですよね。だって汚職ね、していたこと、これは逃れようのない事実じゃないですか。だからね、正々堂々と出るとこ出て決着つけられる、ね、身の潔白をね、証明することができて、ね、っていうんだったらさ、ね、こんなこそこそなんかね、メディアのインタビューなんかに答えたり、なんか本書いたりしてないでさ、ね、裁判で堂々と戦って勝ちゃいいじゃないですか。で、それができないわけでしょ、この人。ね、冤罪だって言ってるわけじゃないんでしょ？ってことは冤罪じゃないんじゃないですか。ね、まだ、なんだろう、日産の施設とかってこの人占有してんのかな？さすがにそれはないのかな？どうなんだろう。ね、だって日本以外にも訴えられてますよね、この人ね。まあだからね、そもそも逃げなきゃよかったじゃないですか。ね、だってフランスからも起訴されてなかったっけ、この人。ね、国策かどうかとかってなんかそんなこと言ってますけどね、権威があるかどうかのような気がするんだけどな。だってどの国がね、どの切り口でどの角度から見ても黒いからでしょ。ね、最初はゴーンさんの口車に乗せられてたさ、ね、国だってみんな黙ってんじゃないですか。なんだろう、そろそろ日本に帰りたくなったのかな。ね、だってさ、なんかどさくさに紛れてというか、なんか東芝とかなんかオリンパスとかなんかそんな話出してましたけど、日産じゃ刑事罰になるかどうかの罪状がそもそも違うじゃないですかね。あれかな、もうお金なくなったのかな、それで本書いたりなんかインタビューに応じたりしてんのかな。まあなんかあれかな、またなんかこのゴーンさんは日本政府とフランス政府にもはめられたみたいなね。で、確かフランスも最初はゴーンさんの言い分を聞いてるところがあったんだよね。でもなんか、だからほら、そのところは確かフランスもね、この日本を批判してたじゃないですか。あれ？でもなんか、フランスもなんか途中からなんか変えたんでしたっけ？で、こう入国拒否とかになってったんでしたっけ？まあでも、どうなんだろう。ね、そのまま逃亡生活続けるつもりなのかな。てか続けざるを得ないんだろうね、もうね。ただ日本に近づいたら即逮捕でしょ？多分アメリカ行っても逮捕でしたっけ？犯罪者引き渡し協定があるところだからね。どうだろう？レバノンがそもそもね、やばい感じでしょ？確か。ね、治安がさらに悪化でもしてさ、命の危険、身の安全の確保ができなくなってきたらね、もう頼むから捕まえてくれて構わないから保護してくれみたいな感じで帰ってきたりするのかな？まあ何にせよもう単なるペテン師でしょ。ね、今更何言ったってもう無駄だと思いますよ。誰もなんかまともにね、耳貸す人もそうそういないと思うし。こうやってなんかこうマスコミなんか面白おかしくね、もう一丁金になるかなっていう感じで乗っかるやつはいるかもしれないけどさ。仮にじゃあ国策、ね、日本政府とグルになってね、で逮捕だったとしましょう。何の問題があるんだって。やっちゃいけないことをやって捕まったのは誰だよって話じゃないですかね。レバノンって今なんかもう庶民の生活、国民の生活相当なんかもうズタズタになってるみたいな、なんか電気も止まってるとかでしたっけ。まあいいんですけどもね。まあ要は日本でね、堂々とそれを主張したければしろよと。てかもう今更無理かな。
まあもう夫婦、まあ家族でかな、夫婦でかな、ね、レバノンっていう監獄から出られない状況だしね、ざまあねえなとしか言いようがないですよね。うん、いやでもこんなこの程度で済ましちゃダメだと思いますけどもね。うん。でもゴーンさんやってたんでしょ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。